キャニーウチャーシュー2種類、バラとカタロス、淡島さんのご飯、今ですと新玉にお皿にしてお出ししています。日本の焼き豚とは一味違う本格派のチャーシュー、ランチプレートには中国茶もついています。台湾産のお茶を使ってまして、必ず現地に行って試飲をして使っています。これからの季節は淡路島のフルーツとブレンドした中国茶が人気です。うちの妻は先取りが好き。うちの弁当大阪ガスにしよう。大阪